はい、どうも、リュウシです。本日も、総力練習、バント縛りで甲子園目指す実況を始めていきたいと思います。まあ、1年目、2年目の夏、両方とも、まあ、2回戦敗退ということで、ちょっと甲子園行けるか微妙ですが、まあ、これからね、3年目、まあ、じっくり育成して、甲子園目指していきたいと思います。それでは、やっていきたいと思います。さあ2年目の秋1回戦やってきました。相手は境港第一でいいのかな。ことはやったことないと思うが、頼む、弱い、いいラン、 OKOKOK、 同じぐらいですね。さあ1回戦ぐらいは勝ちたいよな。秋はまだ勝ったことないんで、ツーアウト二塁、ジーエ、とりあえず上位打線をバントできるぐらいの走力なんで、ただ信頼度が低いですね。うまい、うまい、いや点取ってほしいな、頼む。オーケー、ナイスナイス、ナイスじゃないね、点取られてるね、取られてんのかよ、頼むぜ。おい、うまい、いや、うますぎるこいつ、バント、ナイス、見えんだ。ただ全然打てねえし、ノーアウト1、3塁。いや、きついな、今回キャッチャーがゴミなんだよな。同犠牲フライには浅いかな。ナイスナイス。さて、ここどうするか。ゲッツー取れ、いや無理か、くー、ツーアウト死ぬ、まずいですよ。取って、ナイス、オッケー。さーて点取ってくんないとやばい、マジで打てる気しねえな。 GA 頼む、うまいけどちょっと強いかな、くー、惜しい、やばいな、ワンアウト一塁か。うわ、8番はできないんだよな。ミスって、ミスれ、走れ、ナイス、これでかい、これ1番に回るのはでかい。高橋はちょっと待つか、ストライク、うまーい、これはオールセーフあるか、さすがに無理か。さあ、2アウト。これセーフティー選択できるのはでかいぞ。ただ、信頼度が低すぎるな。何ついてんの？落ちろ！いやー、くっそー！きついな。いや、ここは絶対ゼロで押さないといけない。やばいな。1個アウト取ってくれ、ナイス。いや、これ勝てないのきついんだが、よ、おい、よし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 、危ねえ危ねえ。さーて最終回来た、2番からなんで全然出塁はありえるけど、低すぎるな信頼度が。頼む、もうお前しか、お前が出ないと話にならない。うまい、走って、ナイス、これでかい、これはでかすぎる。さあ取り成功、オッケーオッケー、ナイス。山本、いやセーフティー2か、2か、でも2点取んないといけないんだよね、この回。うまい、走って、ナイス、これは来た、無限回路来ましたね。ただこいつ盗塁下手くそなんだよな。素直にスクイーズ選択してるけど1か、どうしよっかな。いや、本当は盗塁したいんですよ。セーフティーバント。セーフティースクイズだ。
最悪最悪、いやミスったなマジで。素直にスクイズが正解だったか。こいつセーフになってくれ。いやーきついか。いやーあと1点はちょっとこの下位打線じゃ無理だ。下位打線じゃ何もできないんだけど、盗塁で悪送球。いや盗塁成功したわ。なお、もう何もできねえ。くっそーマジで悔しい。1点か。あとパスボールぐらいしかないな。秋はまだ戦力が整ってないっていうことで負けだ。あと1点届かなかったな。さあそこのセーフティーバントミスったな。また夏に向けて頑張りたいと思います。さあ今年も新入生スカウトやってきたんで早速見ていきたいと思います。いや去年はスカウト失敗したので今年はいい選手欲しいんですが、さあって特になし、様々な育成ですね。さあ見ていきましょう。キャッチャーあればいいんだが、特にないですね。どうしよっかな。正直もうラスト1年なんで、足の速い選手以外は正直いらないんですよね。で、これを見てみると、全国行ってる3人の中の誰かって感じか。それかこれですね。鈴木。鈴木行こうかな。走力が速い地区大会なんで、行けなくはないでしょう。オッケーオッケー。鈴木取れましたね。さあ続けて新入生スカウト来たんで見ていきたいと思います。で、取るのは、梅村かな。梅村行きたいと思います。おー良好いいね。そこそこになったらめちゃくちゃ入るようになったな。さあ3回目の新入生スカウト来ましたね。今んとこ2人勧誘できてるんでめちゃくちゃいいんですが、さあどうしよっかな。緩急の宮川くん行くか。あ、よくなかったわ。さて、4回目の新入生スカウトですね。お、良好ですね。これで3人入ってくるかな?さあ、3年目の入学式やってきました。3人スカウトで新入生入ってますね。早速見ていきます。宮川、まあ、こいつはピッチャーよりも野手能力が、ああ、総力 F か。まあ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 、いいでしょう。で、梅村くんは総力 F か。そんなに速くなかったな。ああ、なるほど。そんなに速くなかったな。ちょっと他にいるの。お岡田じゃん。おっ、マジで?セカンドは穴だから、総力上がればワンチャンあるな。ただ、あ、足速い。悪くない。これすぐ C 以上になるでしょう。盗塁も C だし、悪くないですね。さあ、最後の夏に、試合出れるやつはいるかな?さあ、次行ってみますか。さあ、やってきました。3年目、最後の夏ですね。とりあえず1回戦は勝ちたいってかと、甲子園行きて、バントだけでいけるかな。お、D ラン。ワンチャンありますね。全然あるな。さあ、1点先制してるね。うわ、低いな、マジで。とりあえずセーフティーバント。落ちないよね。まあ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 、いいでしょう。いや、やばいやばい。ノーアウトかよ。あ、ノーアウトだけど2点取られてるね。盗塁いいか。いや、でも盗塁いくしかないでしょ。変化球なんで OKOK。この回は点入りそうですね。送りバントの方が高いから送りバントでいいかな。いや、ちょっと上げてるけど。あ、惜しい惜しい。
さあここは確実に同点にしたいけど、いやマジでさ低すぎるんだけど信頼度が。いやもうクセモノ使っちゃっていいかこれ。いや上がんなかったな上がんない。セーフティーバントの方がいいか。いやスクイーズだ。おっち、いや最悪だな。ちょっと信頼度が低すぎるな。やばい。いやせっかくのチャンスを。でピンチですね。いきなりワンアウト二塁か。高橋には投げ切ってもらいたいんで。よし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 、ピッチャーゴロ。さあツーアウト。いやここ点取られたくね。4番強え強いな。取れ、うわーやべえ、くそやっぱ守備上げてないから守備もひどいんだよな。うわまだピンチか。踏ん張ってくれマジで。よしよし頼むぞ。ナイス。さあ5回で2点差か。おノーアウト2塁、これはでかい。いや低いなマジで数字が2年生は数字が低すぎる。送りバントの方が高いんで。オッケーうまい。まあ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 いいでしょう。1点取りたい。いやスクイーズ3はありがたい、頼む。よし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 、オッケーオッケー、ナイスナイス、走れ走れ。3つも3つ来て、3つ3つ来てくれ。いやさすがに無理か。いや同点したいなこの回。高橋はセーフティーバントができないんで。おい嘘だろ下手くそすぎるバントマジで。さあ氏家、いや3年生の信頼度が低いな。いや下手くそすぎない、さすがにさすがに下手くそすぎるだろう。3年になってバント下手になってるよ。いやきついな。いやフライ上げすぎなんだが。2アウトか。いやこれダメだな。盗塁して、オッケーオッケーオッケー。ここで仮に、いやセーフティー1なんだけど、さっきから全部下手くそすぎない。あうまい。いやーどうせったらボートしてほしかったな。高橋何もできないんでみんまあしゃあない。ノーアウト二塁かー、きついな。よし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 、走者を釘付けにできたのでかい。3アウト、あと1個ずつ取っていこう。よし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 。いやもうこれ以上の失点は厳しいからな。いやマジか、ホームには行かれない。よしよし。いやーきついなー。2アウト1、3塁。ちょっとこれ以上しんどい。9番で抑えてくれ。よーし。おい、マジかよ。ふざけ。それは無理だわ。くっそ、最悪ですね。で、上位回っちゃったよ。はぁ。よーし、いやきついな、2点か。この縛りで2点取るのめちゃくちゃしんどいんだけど。いやー8回スルーしちゃったんで最悪ですね。取って OK ナイス。いやあ危ねえ、ナイスナイス。さあここ抑えて最終回つなげていきたい。よし今度は頼むぞ。あぶねえあぶねえ、いや無理だろこれ。いや頼む塚越。
うまい。これセーフにならなきゃ無理。オッケー、ナイス。感染と出た。とりあえず2人出ないとダメだからな。盗塁は3か。うまい。うまいけど、さすがに無理か。あー、きつい。いや、もう1人出ないとまずいんだけど。いや、引く数字。頼む。うまい。うまいけど、どうだ。ナイス。ナイス。これはめちゃくちゃでかい。ワンチャン生まれましたね。ここは盗塁を進めます。あ。最悪なんだけど。絶望の牽制士。終わった。さ3年の夏、1回戦敗退でした。これはひどい。